はい、どうも皆さん、こんにちは、目黒です。ちょっといつもと違うなって思った方いらっしゃると思うんですけど、ちょっと若干テンションも低いのにはちょっと理由があるんですけど、いや、なんかね、最近のフォートナイトについてちょっとこうで、ちょっと言いたいことがあって、この場を通してちょっとこれを見てる人にちょっと伝えたいことがあって、いやー、最近のフォートナイト本当、まあ、ちょっとね、発言にトゲがあるっていうか、暴言結構発しちゃってる子供とか結構多いから、なんかどうしちゃったんだろうなーって思ってるんだよね、最近。いや、どうしちゃったんだろうなー、なんか最近特にそうなんだよね、ここ数日、昨日今日って感じなんだけど、いや、暴言吐く人が増えるってちょっとやばいなって、この危機的状況に追い込まれてんじゃないかなって思うんだけど、でそこについてちょっとみんなはどう思ってるのかなっていうのがちょっと知りたいな。別に何も思ってないよって、特に異常ないし普通だよっていう人も、まあ、聞いてる人の中ではまあいると思うんですけど、なんか最近、いや本当、ちょっと前はね、いや、前まではね、なんか、敬語で普通に会話してたり、来ることが結構多かったのね。で、暴言、なんか、特によくね、暴言でね、あるのがね、バカとか、クズとかっていう、ゴミとか、そういう言葉とか、言ったりすることが結構少なかったんだけどね、なんか最近になってまた増えてきたなっていう感じなんだけど、これちょっとまずいよね、やっぱ。なんでこんな増えちゃったんだろうね。で、なんか、ほんとね、やめてほしいね、そういうの。暴言言ってくるの。暴言ほんとやめてほしい。あのね、これはね、ほんと、心の問題だからね。人をこんなに人の心をね、こんなに傷つけることはね、みんなにはしてほしくないなって思う。多分、これね、僕だけに言ってくるってことは多分ないと思うんだよね。だから、他の人にも多分みんなにも、多分言ってると思うんだよね。みんなにも言うっていう人たちなんだよね、こういう人たちって。ただなんか、この人をターゲットにして、この人だけに暴言を吐こうっていうことは多分ないだろうから、でもフォートナイト全体で多分広まってる可能性もあるんだよね。で、まあちょっと今それを聞いて、そのギク、あれ、俺もちょっとあったかもって思ったことが結構いるのかな、ひょっとしてこれ聞いてる人で。で、ちょっとそれを踏まえてちょっとこれを見ていただきたいんですけど、はい、これですね。いやー、まあ、パッと見、え？このぐらいで？って、まあ、感じなんですけど、まあ、これは、氷山の一角に過ぎないんですけど、まだまだ、その、言ってくる子結構いっぱいいるんで、これはまあ、とっ
多分なんですけど、いや、たったこの産業のこのチャットの書いてあるコメントでさえ傷つくんですよ、人って。たったこれだけでも。で、傷ついてることを相手はわからないで、そのまま次進んじゃって、もっともっとひどいことを書いたり、通話で相手を罵ったりするんだけど、ちょっとあんまりじゃないって時は結構多々見られるんで、いやー、ちょっとなんかね、まあ、もしね、これ聞いてる人で、辛い目に遭ってる方とかいたら、ちょっと、まあなんか、なんだろうな、そんななんか、悪いことしてない、自分を追い詰めちゃったりしてるんだったら、それは言ってくる人たちが悪いから、自分を追い詰めなくていいよってちょっと伝えたいですけどね、僕としては。いや、まあそのなんか、なんで言われるのかちょっと僕はわからないですけど、まあそういう暴言が増えちゃってるのはまあ確かなんで、ちょっとその原因がわかればなって思うんですけど、まあそうだな、昔からこういうのあるかって言われると、まあちょこちょこあるよね、そりゃ。ちょこちょこあるよ、それ。で、まあちょっとそういう話をちょっと今回させてもらいました。いや、またなんかこういうことがあったら、またこういう動画を出すかもしれないですけど、とりあえず皆さんも気をつけて、フォートナイトこれから楽しんでもらえたらなと思います。ぜひ気をつけてください、皆さん。では、さよなら。